この動画では、マセマティカでの式の入力と計算手順について説明します。マセマティカの起動方法については、この前のステップの動画を参照してください。マセマティカのノートブックでは、文字の大きさを変えることができます。ノートブック右下に 100% という表示があります。この部分をクリックするとメニューが現れます。このメニューから文字の拡大率を選び、ノートブックに表示される文字を拡大または縮小することができます。これ以降はより見やすくするため、文字を拡大して表示します。マセマティカのノートブックに式を入力するときは、アルファベットの半角文字で入力する必要があります。画面右下の文字の入力モードが、アルファベットの半角文字になっていることを確認します。それでは文字を入力してみましょう。ここでは足し算の2プラス6を入力します。するとノートブック内に式が入力されます。入力した式を実際に計算するには、シフトキーを押しながらエンターキーを押します。するとこのように計算結果が表示されます。各自で好きな式を入力して計算させてみましょう。